この日、JA グリーン大阪に組合員の方々が集まって催されていたのは、JA グリーン大阪家の光クッキングフェスタ。皆さん慌ただしく調理の真っ最中です。クッキングフェスタというのはどういったイベントになるんですか？JA グリーン大阪のと家の光のクッキングフェスタというのは、地元の農産物を地元の方にお家でしっかり食べてもらうために、地元の農産物を PR するというのが一番の目的です。知るのも一つだし、あとはその地元のお野菜を使ったお料理もいただけると。そういうことです。木島隆太先生がレシピの考案をしていただいて実演していただけるというのがこのフェスタの内容になっています。ちなみに地元のお野菜っていうのはどういったお野菜があるんですか？今日は、試食していただくのはおかわかめ、それと夏野菜のきゅうりとナスとトマトですね。結構たくさんあるんですか、地元のお野菜っていうのは？そうですね、特に夏野菜が生産者の方は一生懸命作っておられますし、一番新鮮で美味しいというのがうちの JA の自慢なところなんです。その中でもおかわかめがやはり今は推してらっしゃる野菜なんですか？はい、海のない東大阪でわかめが取れるというので言っております。東大阪の伝統食生節の押し寿司のほか、地元野菜を使った料理6品が完成。どういったメニューなんですか、こちらは？そうですね、もうとにかく地元の野菜を使うっていうことがメインテーマで、肉以外は全部地元野菜です。あ、ナスもキュウリも、はい、ナスもキュウリも玉ねぎも人参も全部地元ので、こちらがおかわかめ。そうなんです、はい、これがおかわかめと小松菜の、ナムル、あとスープもね、はい、これおかわかめなんです、ね、あ、これもおかわかめなんですね、はい、スープにも自然ととろみがつくんですよね、おかわかめの。でもそれもベースわかめの感覚ですよね。そうそう、わかめスープですもん ね。皆さんで試食会、お味の評判も上々だったようです。奥様普段そのお料理でおかわかめをよく使われるんですか？よくってほどでもないけど、JA に来た時はまあちょこちょこ買ってます。まあ、美味しいと思います。美味しいですか？はい、おかわかめはよく食べはるんですか？お浸ししたけどね、このスープはめっちゃ美味しかったです。スープ初めて？初めて。おかわり欲しいから。おかわり欲しい。東大阪市の玉串地区、住宅が立ち並ぶ町の一角に栽培所があります。その中でおかわかめを栽培しているのが生産者の清水さんです。おかわかめはツル科の植物でツルムラサキの仲間、葉を収穫しても次の葉がすぐ育つ生命力も特徴。葉っぱには厚みがあり、生で食べると青臭さがありますが、さっと湯通しするだけで食べやすく、わかめのような見た目と食感からおかわかめと名付けられたそうです。 JA さんの方から、こういうおかわかめという変わったわかめに似た食感のある葉っぱがあるというのをでぜひ作ってくれないかと、昨年度の秋から栽培をさせていただきまして、年が明けて、この春から、収穫の方を始めさせていただいてます。うちは都市農家ということで、住宅街に囲まれてわずかな面積の中で農業をしているんですが、その少ない面積の中でも、収穫率がとても良くてたくさん収穫できて助かっております。おかわかめは限られた土地を有効活動できる都市農業に適した作物だと思います。今後は東大阪の一大ブランド野菜として普及に力を入れ、組合員の皆さんと一緒に育てていきたいと考えています。摘みたてのおかわかめを使った料理を作っていただきました。作り方は簡単。さっとお湯で茹でたおかわかめをざく切りにし、お酢をかけるだけ。彩りにトマトを添えて完成です。おかわかめの酢の物になっています。美味しいんで食べてみてください。いただきます。さっぱりしていて歯触りもいいですね。やっぱり食事の箸休めとかにちょうどいいんじゃないかなと思います。
やっぱり美味しいですね、これは。美味しいですね。はい。と、ではね、今年は特に地元を食べようということで、まあ、健康寿命100歳プロジェクトの一環で我々エコ野菜を中心に今販売してまして、それを今健康100歳という名前をつけまして、安心で安全な野菜を届けてます。この地元にはね、特産というのがございませんので、今おかわかめというのを特産にして食べていただこうと、ちょっと今 PR しているところでございます。ミネラル、マグネシウム、銅、亜鉛、女性の方の美肌にも、妊婦さんにも葉酸がたくさん入ってまして、これは地域で進めることと、それと農家の生産者の方がもう高齢化されたということで、女性の方に作りやすい野菜を提供しようということで、生産者の方に約140名の方に苗を配って今作っていただいているところでございます。はい。今後ね、おかわかめをどのように展開していきたいなと思ってらっしゃるんですか？これからは、もっともっと大阪で幅広く展開することと、販売経路を増やして全国展開にしていき、ゆくゆくはやはり組合員さんの農家所得の向上に努めていきたいというように考えております。